聖書を読みいたします。ローマ人への手紙第12章11節から12節、新約聖書の249ページです。この聖書の箇所から一度の人生燃えて生きると題して高木宏樹牧師に説教していただきます。では聖書を読みいたします。熱心で産むことなく霊に燃え主に仕え、望みを抱いて喜び患難に耐え常に祈りなさい。一言お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、3月の第一聖日、雪で真っ白な雪景色の中、朝日を浴びながらこの礼拝にお一人お一人が主の名によって呼び集められて、心から主を賛美し主を礼拝し祈りの時をご一緒に捧げるこの朝を心より感謝いたします。すぐる一週間もさまざまなことがお一人お一人の中にあったかと思いますが、すべては主の恵みでありますから、神様ご自身が私たち一人一人を導いてくださるその恵みを感謝いたします。今日も御言葉が開かれ、お一人お一人今日でなければならない御言葉を持って主よあなたが語ってください。初めから終わりまで主の御臨在の中で祝福に満ちた礼拝となりますことを信じます。一切を主の御手に追い出ねし、主イエスキリストの御名によって主の御前にお祈りを捧げいたします。アメン。皆さんおはようございます。ようこそお越しくださいました。安心して絶望できる人生、これを座右の目としている方がいらっしゃるんですね。皆さんもご存知のように平昌オリンピックというのがありましたね。そこでカーリングっていう競技がありますよね。そのカーリング女子代表の吉田知那美選手という選手がおられました。その選手がこの言葉と出会ったことを通して、全く心にですね灯火がなく真っ暗な状態にあったんですが、その一言によって心に火が灯されて、そして心がこう燃やされていく、その結果として、メダルをね獲得するという、そういう物語があるわけですけども、7歳からカーリングを始めたそうですね。そして妹さんもカーリングをしてたそうです。自分が強くなって将来オリンピックに出てメダリストになるんだ、そんなことを目指しながらこう頑張ってねずっと生きてこられたそうです。やればやるほどですね、もちろん実力が終わりですから力がついてくるわけです。しかしその反面、家族との関係がですねちょっとこうギクシャクをしてたそうですね。しょっちゅう兄弟喧嘩といったらいいでしょうか、お姉さんと喧嘩をしたりするような状況が続いてたそうです。でついには家族関係がこう崩壊するっていうところにこう至ってきました。そんな時にですね、幼なじみの友人から安心して絶望できる人生と書かれた絵はがきが家族にプレゼントされたっていうんです。それは大学の時のね幼なじみとしての友達だったそうですけども、その大学のゼミの先生がベテルの家という北海道浦河にあります、こちらにもね来てくださいました何度か、その向谷先生という先生から書かれた本の中からの言葉だったっていうんですね。自分の家族がこう崩壊していく、そういう中にあって自分の心も崩壊している、そういう状況の中にあった、その吉田選手にこの言葉が与えられて、この言葉を通して自分自身を立ち止まり、そしてどん底の中にあって考えていく、この言葉を通して思い巡らしたんでしょうね。そして思い巡らしたことを通して周りの人にどれほど大切にされてきたか、愛されてきたかっていうことを気づかされたというんです。そして今までそういうこう自分自身がどうしてもこう受け入れられない自分であった自分だったんですが、その自分を受け入れられるように変えられたというんです。まさに絶望から安心を得たというんですね。まさにそれが小さな灯火だったかもしれませんが、その灯火がこう心を燃やす思いへと変えられていったという、
そんなお話をね伺ったわけです。今日のタイトルは一度の人生燃えて生きるというタイトルでご一緒にこのローマ人の手紙の第12章11節から12節のところから3つのことをねご一緒させていただきます。まず第一には望みを抱いてという言葉です。第一はビジョンです。望みを抱く。ビジョンとは将来の構想、将来を見通す力、思い描くて、そこにねレジュメを、珍しくレジュメが作られて、年に1回出るか一生に1回出るかでは分かりませんけども、そういうものでございますが、将来の構想、将来を見通す力、思い描くってことがビジョンだ。まあそれは私たちが思い描くところのビジョンかもしれませんが、神様が与えるビジョンっていうのはまさに神様のご計画、クリスチャンにとってはその神様の御心ね、お心といいますか、その神様が考えていることが私たち一人を通して成し遂げられていくということです。そのことがビジョン、神様が私たちに与えるところのビジョンです。聖書の中には幻なき民は滅びるとあります。幻なき民は滅びる、まあ、ビジョン、思い描く、私たちが思い描く、それ以上に神様は私たちが思っている以上のビジョン、計画、そして大いなる神様のご計画が私たちの人生にもうすでになされているということです。そのビジョンを持って私たちが生きるために何が大切か、神様との出会いを持っていくときに、そのスケールの大きなビジョンの中に自分は生かされているものなんだということに気づかされていくことで、まさにそこから神と共に歩む人生が始まっていくと、そのビジョンの素晴らしさを私たちが体験していく、それを奇跡体験と思います。神様体験、その体験をしていくことができるということです。先日ですね、こんなことを聞きました。勝海舟という、ね、方がオランダ語を、ね、マスターしたいというふうに思って、何をしたかというと、オランダ語の辞書を一生懸命ですね、こう書き写したって言うんですね。そうしていくことによってオランダ語をマスターしたって話をある方が聞いたんですね。今日ここにね座ってる方のお一人ですけども、そして自分はねそれを聞いて、あ、すごいなって思ったそうです。思っただけで終わるんじゃなくて、思ったことを行動に移したんですね、その方。じゃあ自分は何をしたかというと、英語をマスターしたい、ね、英語をマスターしたい、そのために毎日英語を、ね、読むことはなかなかできにくいので、聞く、とにかくね聞く、リスニングを30分、英語の、ね、ニュースとかいろんなことを聞くっていうことを30分始めたそうです。そしてそれをね1年間続ける決心をして、毎日ねやってるそうですけども、やはりこう続けていくってことを通して、それが自分のものになっていくっていう話を聞いたので、自分もやってみようと思ってね実践していくってこと、素晴らしいなということをね思わされました。聖書の中にはピリピ人への手紙2章の13節、3つの訳でここに書いてございますけども、口語訳においては、あなた方の心に願いを起こさせ、かつ実現に至らせるのは神である、それは神の良しとされるところであるとあります。まあ、新改訳、そして共同訳、新改訳リビングバイブルとありますけどね、私たち一人一人目標、目的、夢がない、しかし夢がなかったとしても、神様は私たち一人一人の心に願いを起こさせてくださる。自分自身がこういうことをしてみたい、ああいうことをしてみたい、してみたいことがなかったとしても、それを起こさせてくださる思いを神様が与えてくださる。神様が与えてくださる願いは、私たち一人一人救われたものとして、その救いが完成に導かれていくということです。救いをもたらしたのは神様です。私たちが救われたのは、ただただ一方的な神様の恵みによるって聖書あります。何かことをしたから、できたから、やれたからっていうことではなくて、神様望んでおられるのは救いの完成ということなんです。救いの完成です。新しい年を迎え、さまざまな目標を持ってこの年もね始められたと思います。目標を掲げて歩むこと、非常に大切なことです。そしてそれを達成することも大切なことです。
しかし 100% それを達成することがなかったとしても 1% でもその目標としていることにこう近づいていく、まあ、そういうことを私たち一人一人はこの1年の中でその目標に向かって歩む歩みを歩んでおられると思います。しかし先ほど申し上げました目標を持たなかったとしてもイエス・キリストを私たちが救い主として信じ受け入れたとき救いというスタートが切られているということです。救われた者としての人生がそこから始まってどこに向かっていくのかそのゴール達成というゴール救いの達成というゴールですね。聖書は恐れおののいて自分の救いの達成に努めなさいと書いてあります。神様は私たちに変わることのない土台を用意します。そしてその土台をあとは自分の力で築き上げて完成しなければならないということではないんです。私たち自分の力で完成することはできないんです。完成に導いてくださるのはまさに神様です。ただただ私たちは恵みによって救われ信じるだけで救われそして神様が私たちを作られた目的があります。救いを始め私たちに救いをもたらしてくださった神様が私たちを完成に導いてくださる。その完成に導くというのは私たち一人一人神様は今申し上げました目的を持って作られた。もっと言えば神様は私たちに人生に目的をお持ちである。一人一人に目的があるとすればその目的に従って私たちが歩んでいくことができるように導いてくださっているわけです。神様が作られた目的を知りそしてその目的を私たちの生活を通し人生を通してそれを果たしていくことが救いの達成ということなんです。それに至らせてくださるのは神様だということなんです。何か自分が自身がやったという気になったりなったつもりになりますが全て神様がしてくださっていることなんですよ。その神様の目的に従ったことであればそれが現実ものとしてなっていくということです。もしなってないとしたらその目的からちょっとずれてるのか自分の思いが先行してしまっているのかということを気づかせていただくチャンスかもしれませんね。鎌田稔先生っていうね先生が著名な先生がいらっしゃいますが頑張らなくていいというその著者の先生でいらっしゃいますが100年時代元気で長生きする最後は PPH って言いました。 PPH PHP じゃないですよ PPH PPH というのはピンピンヒラリピンピンコロリっていうねありますけど最後はピンピンヒラリと天国に帰っていくとヒラリという感じでですね帰っていくというねそういうことをおっしゃったんですけども100年時代長生きそして元気に生きるためには何が必要かというとこう言いました。貯金が必要なんだ。貯金が必要だってことはお金を貯めることなのかっていうふうにすぐ思いますよね。老後にね3000万が必要だとかよく言われておりますよね。だいぶ貯めなきゃ老後生きていけないんだそういうふうに思う方もいらっしゃるでしょうけども鎌田先生は貯金それは2つの貯金ですよっていうんですね。一つは体の貯金体の貯金っていうのは体の筋肉を蓄えるということです。だんだん筋肉が年齢とともに減っていくんですね。動かさないと筋肉は使われませんから使われないとだんだん弱ってくる弱ってくると足腰に一番最初に来るということですよね。ですから筋肉を鍛えることなんだっていうんですね。まあ、その筋肉の鍛え方はさまざまあるそうですけどもね筋肉を鍛えるもう一つは心の筋肉を鍛える、ね、心の筋肉を鍛える、まあ、私たちは礼拝を毎週ね捧げております。そこで何をいただいているのか変わることのない神の言葉を通して心の筋肉がしっかりと強められていくわけです。私たちはいろんなことがあった時にそれを自分の力では受け止めきれないことも神様を通して受け止める力をいただくわけです。そしてブレるそして戻ることができないじゃなくて戻ることができるようにしっかりと土台を支えてくださるのは変わることのない神の御言葉であるということを毎週繰り返し繰り返し御言葉を通してその御言葉に支えられて御言葉に根ざして生きることができると
いうわけですね。まあ、その筋肉を鍛えるってことで、実は先日あの朝の集いという水曜日の朝のねお祈り会があるんですよ。婦人の方がねたくさん集まってご一緒に聖書を開き、そして祈りの時を持たせてもらってます。そこに鶴巻優子さんって82歳、お元気ですね。毎日いろんなスケジュールがあってですね、スケジュールをこうね、ある時は 100年体操でした、 100歳体操でしたっけね、100歳体操に行ったり編み物に行ったりですね、そしてお嬢さんがいらっしゃってそこにね掃除に行かれたりと、本当にこう活動的でねいらっしゃってお元気なんです。その鶴巻さんがこう言うんですね。100年時代に備えて、ね、筋肉をつける、ね、そのためにジムに入りましたって言うんですよ。そうジムに入って指導を受けてますって言うんですね。まずいろいろこう体のことを調べていただいて、どこの筋肉が何パーセントついてるとか、そういうのがデータが全部出るわけですよね。それを見てそこにいらっしゃるねあの指導する方に指導をしてもらいながら、ね、その今筋トレに入ってるんだって言うんですね。すごいなと思いますね。しっかりと筋肉を蓄える、体のみならず心の筋肉も教会を通して鍛えていくことができると、どんな状況の中にあっても大丈夫、それが私たちに与えられていくということです。ビジョン、それは望みを抱いて生きるということです。聖書の中ではヤコブという方がね出てきます。ヤコブはビジョンが与えられた人として聖書に記されているわけです。ヤコブは兄弟がおりました。お兄さんに憎まれて命が狙われて、最後はたった一人孤独になって、何も持たずに着の身着のままで旅に出て、その旅先で夢を見ました。まさにどん底状態で夢を見たわけです。それはどういう夢かっていうと、天から地に向かって伸びている階段があったんですね。地から下から上じゃなくて上から下に階段があったんです。そこをこう行き来している。神様は私たちにこう与えるビジョンというのは、私たちの欲望、自分の思いから出るものではなくて、神様から与えられる。まさに天から地上に向かってっていうですね、その階段を見たときに、自分の発想でもなく、まさに神様の発想が私たちに与えられるということです。神様は与えるビジョン、それは絶望の中で、ヤコブには土地を与え、数えきれないほどの子孫が与えられていく。ヤコブの思いをはるかに超えた大きなビジョン、それは想像をはるかに超えた計画を私たち一人一人に持っておられる。まさに神様のご計画を生きることができる。これがビジョンを生きる人生だというわけです。お一人お一人に神様は大いなるご計画の中に私たち一人一人を生かしてくださっている。そのことをこの朝しっかりと受け止めてまいりましょう。第二はパッションということです。パッション。学生時代ですね、先輩からモテる男の条件教えてもらいました。モテる男の条件、それは三チリだって言うんですね。三チリ、南米のチリ、そういうことじゃないでしょうね。三チリだって言うんですね。どういうチリなのかなと思ったらですね、こう言いました。第一のチリはね、バッチリ、バッチリというチリ、つまりバッチリね、決めていくってことです。決めどころは決めて、ね、出るところは出るところに決めてね、格好を決めていくってことです、ね、それがバッチリと決めていくことだっていうんですね。二つ目はがっちり、がっちりというチリ、それはこうね、体ががっちりしてる、体をこう引き締める。先ほどの筋トレではないんですけどね、引き締めた体、引き締まった体、これが大事だっていうんですね。で3つ目はびっちり、ね、びっちりというのはスケジュールをとにかくねびっちり埋めている、ね、それがモテる男の条件だって。暇な男はモテないなんてですね、びっちりこうやってるって、そういうことをね聞きました。なるほど、そうかと。それによし、チャレンジしてみよう、ね、そして燃えてねチャレンジしてましたらね、疲れ果ててくるんですね。なんだ、なかなか、ま、毎回毎回びっちりね、バッチリガッチリ、これもう燃えるんじゃなくて燃え尽きてしまう感じですよね。これはちょっとあかんなと思いましてですね、まあ自分流が一番いいんだろうなっていうことをとうとう分かったわけですけども、まあ、何が言いたいかね、燃えるっていうことです。
聖書はこう書いてあります。熱心で産むことなく霊に燃え主に仕えると書いてあります。あのパナソニックの創業者松下幸之助さんがこう言った言葉の中にこういう言葉がありますね。物事を始めるとき大切なものは何か、何かことを始めるときに大切なことは一体何ですかっていうことを多くの人に聞くそうです。そして聞かれたとき、また多くの人にそれを伝えるときにこう言っておられます。物事を始めるときに大切なことは何か、それは一言、熱意だって言うんですね。熱意があれば知恵が生まれる、そういうわけです。商売がうまくいく方法がわからない、成功させたいという思いがあれば工夫が生まれ、工夫が生まれれば必ず道が開かれるって言うんですね。全ては熱意だ、そうおっしゃってるわけです。まあ、そのいろんな方をこう採用する、ね、時にいろんな採用試験の方法が、ね、あるそうですけども、ある社長さんに聞きましたら、採用試験の時に焼肉屋に連れて行くそうなんですね。で、焼肉屋に連れて行って焼肉を食べるそうです。その時の食べ方で採用するかしないか決めるんですよ、ね、自分のペースでバーッと焼いてですね、もうどん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 焼いちゃってですね、どん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 こう渡す人もいるし、まあ、その食べ方を見ながら食べ終わった頃に次を焼いてとか、次に食べるぐらいの時にこう焼いてとか、ね、その焼き方を見ながら、あ、こういう人なのかっていうことを見て採用試験に、ね、パスするっていう試験のやり方もあるそうですね。または松下さんは何をもって採用してたかというと、履歴書を見てその人の学歴、さまざまなね、今までの経歴、資格、そういうのを見て採用するしない、そういうことじゃないんですね。その人が愛嬌があるかどうか、ね、その人のうちに燃える思いを持ってるかどうか、ね、全ての人、その人に対しての愛嬌っていうのは、その人が内側からその、ね、人を大切にする思いを持ってるかどうか、受け入れられるために何か自分の格好つけるんじゃなくて、人を大切にする思いがあるかどうかということを見た上で採用するということを聞きました。熱意、それは私たちの内側から起こされる、まあ、刺激によって受ける熱意というのもありますよね。いろんな私もセミナーをですね、今までもずっと受けてきたことがたくさんあります。海外から来た先生のセミナー、ね、そのセミナー会場に行きましたらね、今でも忘れませんけど、千葉の幕張メッセという会場でした。1000名ぐらい入るね、すごい広い会場だったんですね。で、そこに入りましたらね、寒いんですよ。寒い、長袖着てても寒い、ね、なんで寒いのか、ね、外はすごい暑い日じゃなかったんですよ。その会場だけが冷えてるんですよ、ね、なぜかというと講師がね、その会場を冷やすように、そういう講師からの指令があったそうなんですね。で、会場が冷えてた。なぜ冷えてるかっていうと、だん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 セミナーが始まってくると、その会場が熱気でね、熱くなる。その講師もね、燃えてるからね、冷やしとかないとね、最初から暑いともう暑すぎてね、倒れちゃう、ね、一日喋るセミナーですから、そんなことを聞きました。熱意というのは、私たちが何か刺激を受けて受ける熱意もありますよね。セミナーとかいろんな、ね、ことを通して、しかし内側から起こされていく、自分の力でその熱意を起こそうと思ってもなかなかね、熱量が上がらない、まあ、やる気が出ないとかってありますよね。モチベーションを高く上げていこうとか、高めていこう、いろんな方法で進みますけども、方法論じゃないんですよね。最終的には情熱というのはエンスジャズム、ギリシャ語で言います、エンセオスっていうね、つまり神様が私たちのうちに宿ることによって、そのあふれる情熱が内側から湧き上がっていくんですよ。ですから、その情熱がある、それは神様がうちにおられるってことが人々に伝わってくるということです。ですから、どこに行っても何をやってもどんな状況でも必ずうまくいく、それは神共におられるということです。インマニュエル、神共におられるってあります。
以前ですね、毎年のように米沢に、ね、来て講演をしてくださった講師がおりました。中村文明というね、先生でしたけども、その先生の話の中で非常に印象的な話がね、いくつかあるんですが、こんな話を聞きました。その師匠が野菜の移動販売をしてたそうですね。その師匠のところに弟子入りして、夏の暑い日にお客さんがその師匠のところに来たそうです。そうした時に師匠がこう言ったそうですね。おい中村、ジュース買ってきてくれ。はい、わかりましたって言ってですね、ジュースを暑い日にね、自動販売機にね、がお店が買いに行ったそうですね。そしてその買いに行く様子を師匠が、そのお家だったんでしょうかね、2階の方にいらして、その2階からね、こう見てたそうです。そうしましたらね、もうダットのごとくね、走ってカーってこうね、買ってくるのかと思ったらね、あの日陰の方をね、ちんたらちんたらこうね、タバコを吸いながらね、ゆっくりこう歩いてね、買いに行ってる姿を見たって言うんですね。そしてそのジュースをこう買ってきて、ジュースを買ってきましたっていうふうに言って師匠に渡したそうです。師匠はニコニコしながら、ありがとう中村、そう言ったそうですね。それでお客様が帰った後にこう言ったそうです。おい中村ちょっと来いって言われて、呼ばれて行ったそうですね。行ってみると師匠はここにまず座れというふうに言って中村さんに言われたそうです。さっきな、買い物に行ってくれ、ジュースを買ってきてくれって言って買いに行ってくれたよな、ありがとうな、その時お前歩いて行ったな、ずいぶんゆっくりだったよな、しかも日陰を歩いて行ったよな、え、見てたんですかと思ったそうですね。もし俺だったら、その師匠が俺だったらって言うんですね。俺だったらこの暑い日にお客様がわざわざ訪ねてきてくれて、ね、喉が渇いてるに違いない、ね、いち早く1秒でも早くジュースを飲みたい、飲み物を飲みたいとしたら必死になって走って、ね、買ってきて、買ってきましたってこうね、汗だくでね、もう汗だらだらになってね、そのジュースをね、お客様にお渡ししたら、お客様もそこまでして買ってきてくれたのか、ね、もう一生涯忘れ得ぬ感動がそこにね、与えられる、与えるためにするわけじゃなくて、やっぱりそのお客様がそのね、喉が渇いてるのにそうしてまでジュースを買ってきてくれた思いに、ね、生涯忘れ得ぬ感動が残る、まあ、熱意を持って何事でもするということを彼はそこで学んだというわけです。その後こうね、レストランでお皿洗いをする、それもこうとにかくね、必死になって、ね、人が10枚洗うところを30枚、ね、とにかく一生懸命こうやり続けていったそうですよね。それがこう伝わっていく、熱意というのは人にこう伝わっていくものであるということです。まあ、私たちのこう思いはあっても体が弱いってありますよね。熱意があっても体は疲れてる、まさにあのゲッセマネの園でイエス様がお弟子さんたち側近のヨハネとヤコブとペテロ連れてね、祈りに行った。しかしイエス様は必死になってもね、血の汗を流すほどの祈りをこれから十字架にかかる前に捧げていた。弟子たちも祈っていたんだけども、思いはあったけど体が弱く、ね、寝てしまっていた。しかしイエス様は一言も咎めることなく、霊には燃えてるけども肉体は弱いんだ、ね、そういうふうな言葉をイエス様が言ってくださった場面がありますね。まあ、私たちもこう燃え続けていくことはできない、しかし神様の霊が私たちのうちに宿っていくと、そのいつも私たちが燃えてるっていうのは元気であるってことじゃないですよ。イエス様と共におられる確かな平安を持って歩み続けていくっていうことですよ。いろんなことがあってもそれに動じない、そしてそれを受け止めていく力をしっかりといただく。弟子たちがイエス様が十字架にかかり途方に暮れていました。そして自分たちのふるさとに帰っていく弟子たちもいましたね。ペテロたちはもう一回自分たちは漁師になろうかな、そんなふうな思いになったこともあるでしょう。
その中でお弟子さんたちが2人ふるさとのエマオに帰るその道筋の中でイエス・キリストとこう出会っているんですよね。その時誰かその時には分からなかった。しかし聞き覚えがある声だな、そしてそういえば聞いたことのある言葉だな。そこで何がなされていったのか、神の言葉がそこで開かれていったわけですね。つまりイエス・キリストが自分たちに近づいてこられたこと、それが全然わからなかった。なぜ？目に見えるイエス・キリストだけが全てであった。その存在、師匠としての存在がなくなった今では生きる希望がない、生きる意味がない、失望というそのただ中にあって、まさに目は開いていますが霊的な目が閉ざされてしまっていたということです。しかしそのイエス・キリストを見失ったものは何か、霊的な目をもう一度開かせてくださるものは、心を燃やすものは一体何だったのか。まさに弟子たちがそこで何に出会ったか、御言葉に出会っていった、神の言葉に出会っていった。私たちが心燃やされていくのは何に出会っていくことでしょう。変わることのない御言葉が開かれていくときに、御言葉に心燃やされていく。なぜ？御言葉はイエス・キリストそのものだからですよ。イエス・キリストが命を懸けて語られている一言一言が私たちの心に迫ってくる。そうすると閉じてた目が開かれてくる。開かれてくるばかりじゃなくて、私たちの心が燃やされてくるということです。十字架の愛、御言葉によって、その私たちの心が、霊が燃やされてくるということです。それが第二のポイントのパッションですよ。ねえ、受難死を迎えていくときに、あの映画パッション、イエス・キリストが、ね、これから十字架にかかるゲッセマネの園からそれが始まってくる場面です。それを思い起こすと、旅ごとにイエス様が何のために十字架にかかったのか、その意味を、もう一度イースターを迎えるにあたって、私たち一人一人がさらにその理解を深めるんじゃなくて、十字架は2000年前の人のためじゃなくて私のための十字架だったんだ、いや私が本来かかるべき十字架にイエス・キリストがかかった、そして私たち遮断されてた神様との関係をもう一回回復し、先ほど申し上げました神によって作られた神の人生の目的を私たちが全うさせていただくために、救いを完成させていただくために、作品としての人生、それぞれに与えられた意味と価値と目的をもう一回取り戻して歩んでいくために、イエス・キリストが十字架にかかってくださったということです。そのことをしっかりと心に受け止めてまいりましょう。第3のポイントはミッションです。ミッション、これは使命ですね。命を使う、まさに一人一人この命が、自分が獲得した命じゃないんですよ。与えられた命ですよ、ね、みんな全ての人は親から生まれてきました、ね、そしてその命が与えられて生きてるんではなくて生かされてるってことを気づくまでに時間がかかりますね。この命は一体何のための命なのか、まあ、5つの命って書いてありますけども、運命って言葉を聞きますね。まさに運命というのは運ばれてくる命です。イエス様を紹介してくださった方が皆さんいらっしゃいませんか。皆さんの周りの方で誰かがイエス様をあなたに紹介してくださって今日ここにいると思います。それは祈りを通して導かれた方もいらっしゃる、ね、講演会に誘ってくださった方もいらっしゃる、一冊の本を、テープを、 CD を、ね、まあ、直接イエス・キリストを伝えてくださってここにいらっしゃってる方もいらっしゃるかもしれません。いろんな機会を通して神様はキリストの命をあなたに運んでくださったということです。人を通して、状況を通して、さまざまなことを通して運んでくださった命なんですよ。運ばれてきた命が運命ということです。そして使命、その与えられた命を何のために使うのか、まさに生きることそのものが使命だということです。キリストによって生かされている、その命を
使う自由、それは私たちに託されている。どう使うのも自由ですよ、ね、しかし神様から与えられたんだったら神様のために使っていきたいじゃないですか。いただいた命を少しでもお役に立つために使っていきたいというのは普通じゃないでしょうか。宿命って書いてありますね。イエス・キリストを信じた瞬間に私たちに宿る、イエス・キリストを主として告白する、自分自身がイエス・キリストを信じる、もちろん自分の意思で信じますが、イエスは主であるというふうに告白することがなされるのはまさに聖霊様の働きなんですよ。働きかけがあって、その働きかけに応じて主を信じます、イエス・キリストを私の救い主として受け入れますっていう、その働きかけに対する応答なんですね。まさにイエス・キリストを信じた瞬間に私たちのうちに宿る命、それは宿命ということです。イエス・キリストの命が私たちのうちにある、自分の命じゃない、イエス・キリストにある命が宿っているんだ、まさにインマニュエルの神が共におられると言います。そして証明と書いてありますね。まさに神様によって召されている、いろんな皆さんが与えられている賜物があります。神様からの贈り物、プレゼント、ね、プレゼントを選ぶときにどうでしょう、ね、ワクワクしますよね。なぜかというと、この人に何を差し上げたらよろしいんだろうか、何をあげたら喜ばれるんだろうかって考えますよね。そのプレゼントをあげるときにですね、非常にこの、ね、心を費やしていらっしゃる方が、ね、おられます。自分で手で触ってみて、ね、通販でネットで買うこともできるんでしょうけども、必ずそしてメッセージカードは手書きで書いて、そしてこのペンで書くっていうのを決めてやってる方がいらっしゃって、毎年いろんな方にいろんなプレゼントをね差し上げる、でそのことが楽しいっていうんですよね。そのプレゼントを喜んでもらえる、ね、相手に喜んでもらうために、そして感謝の印としてそれをね提供していく、まさにイエス様は私たち一人一人にギフト、イエス・キリストというギフトと同時にイエス・キリストの命、ね、それを私たちにこう与えてくださって、その働き一人一人に違うでしょう、ね、何かしなきゃならないんじゃなくて、与えられたそのギフトである賜物を知ってそれを生かしていくということですね。最後は賢明、イエス様は私たち一人一人のために十字架で命を懸けてくださったということです。私のために命がけだったということです。それを賢明、一生懸命ってありますよね、何でも一生懸命するっていう、その賢明、それは命を懸けるほどにそのことに懸けているということですね。まさにイエス様は5つの命を私たちに与えてくださった、まさにそれが私たちに与えられた使命とするんであれば、私たちがその命をいただく、私は真理であり命であるってありますね。そして私たち一人一人の道となってくださった、またイエス・キリストはこう言いました、私はよみがえりであり命である、たとえ死んでも生きる、生きていて私を信じる者は死ぬことはないって、あなたはそれを信じるか、そう言葉がヨハネの福音書にありますね。まさにイエス・キリストが与える命は死んでも生きる命ですよ。永遠の命が私たち一人一人のうちに宿って、その命を周りの人たちに、この生きている生涯の中で永遠の命とは何ぞや、死んでも死なない命、死んでも生きる命とは何ぞや、まさに一人一人がイエス・キリストと共に生きたその生き様であり歩みですよ。あなたが姿形がなくなっても、思い出すだけでも、あなたのことを思い出すだけでも心がぬくもりで満たされる、温かくなる、そういえば語ってくださった言葉に命を感じる、優しさを感じる、愛を感じる、そういうことを私たちに与えてくださるその命、まさにキリストの命が私たちのうちに宿る、実際その命をこう持って歩んだ方がおられることをご紹介したいと思います。この方がですね、こう言うんですね。全ては夢から始まった、全ては夢から始まった。その方は遠く九州に住んでいる方なんですが、佳代さんという名前の方です。その方が大きくなっていくにつれ、他の子よりも何かこう遅れてるということをね、だんだん分かってきたって言うんです。
で、小学校5年の時に教育相談の先生からこう言われたそうです。お母さんがですね、お子さんは知的障害を持っていますというふうに言われたそうです。そして養護学級をお勧めしますというふうに言われました。その言葉を聞いた時に信じられない思いでいっぱいだったって言うんですね。この子に普通の幸せやってこないのでしょうか。毎日泣き続けたというんです。その前からその娘さんが学校でこういじめにあったりですね、物を隠されたりバカにされたり転ばされたりして、だんだん笑顔がなくなっていった、いつも一人でぼーっとしている、そんなことがね多くあったって言うんです。また弟さんがいるそうですけどね、弟さんも、お姉さんのことでねいじめられたりしながらね、泣くのを必死で我慢して家から帰ってくることもあったそうです。まあ、そんな時ある一人のご婦人の方からこんなことを言われたそうです。子どもの成長の過程でいろいろトラブルがあっても、お母さんの魂が何を願ってどこに根ざしているかが一番大切だ。お母さんの魂が何を願ってどこに根ざしているか一番大切なことですということを聞いてきました。この言葉がずっと心の中に入ってきたんですね。その時にですね、頭ではなくハートで育てなさいというふうに言われたように受け止めたというんです。まあ、自分自身もそのね、お母さん自身も小さい頃小児喘息になってたそうですね。そして外で遊ぶことができなかった時に、おばあさんが本をよく読んでくれたって言うんですね。まあ、そしてこう自分がそのことをこう覚えていった時に、ああそうか、自分もできることはないだろうか、そしてお子さんに本を読んだり祈ったり、クリスチャンですのでしておりました。そんな日、ある時ですね、担任の先生とそのかよさんが、なんて言うんでしょうかね、交換日記みたいな、ノート、交換ノートっていうんでしょうかね、してたそうです。その交換のノートの中に、こういうふうな言葉が記されてました。私の夢はっていうタイトルです。私の夢は、マザー・テレサになりたいです。お祈りをしたりするのです。歌を歌ったりするのです。外国の人を助けてあげるのです。インドのカルカッタの人に食べ物をあげたり薬を飲ませたりするのです。小さい子には歌を歌ってやりたいです。そのために歌を練習したいです。だから音楽クラブに入ったのですというふうに、ね、書いてあったんです。その以前ですね、マザーテレサがテレビに出た時にそれをこう見てた、ね、そのことをこう覚えてずっと思い続けていたんだなとお母さん思って胸が熱くなったそうです。その後佳代さんが15歳になった時に祈っていたそうですね。誕生日です。誕生日に家族でお祈りをしたそうです。するとその佳代さんが突然泣きながらこう祈ったそうです。神様、病気の私を15年育ててくださってありがとうございました。お父さんお母さんありがとう。短い言葉だったそうですけど、神様、病気の私を15年育ててくださってありがとうございました。お父さんお母さんありがとうって大きな声でお祈りをしたって言うんです。その時初めて彼女のお祈りだったそうです。お母さんとお父さんびっくりしたそうですね。そしてその一瞬、佳代さんがすごい綺麗なこうベールに包まれて覆ってくださって、それはキリストが覆ってくださっているように見えたって言うんですね。その頃からですね、だんだん言葉を失っていたその佳代さんが言葉を話し始めるようになり、笑顔が戻ってきたって言うんですね。そして高校養護学校の3年生になった時に就職先を決めるようになった。その時にですね、実習の時に行ったそうですね。で、知的障害ですのでいろんなところに実習に行く。で、彼女はこう言って言ったそうです。神様が行きなさいと言われるとこはどこでもいいところだよ。神様が行きなさいというところはどこでもいいところだよとニコニコしながら行った小規模作業所、そこから採用の連絡が来たって言うんですよ。
でその施設ではですね、作業所では人を入れる予定がなかったそうなんですね。しかしそこの代表の方が施設を見学に来た時に、佳代さんが来た時にマザー・テレサのようになりたい、それを言ったことがそこに入っていただくきっかけになったっていうんですね。で彼女はそれからですね、ヘルパーの資格を取るんですよ。ヘルパー2級の資格をね、彼女が取っていくんですね。障害を持った方であったとしてもヘルパーの資格が取れるということ、それがまさに佳代さんがその施設作業所に入ったことによってその制度が少しずつ整ってきたっていうんです。その施設の代表の方が言うんですね、すべては佳代さんの夢から始まった、これはパラリンピックに出るような鍛えられた子どもたちではない、普通の養護学校を出た普通の子どもたちがしたことなんだ、そういうんですね。まさに神様は佳代さんの願いを覚えていてくださり、心からこうなりたいという思いを全て漏らすことなく聞いてくださった。お母さんが言うんですね、佳代ちゃん神様から愛されてるね、一番大切な存在だよね、そうお母さんが言うと彼女は嬉しそうにこうねガッツポーズをするそうですね。そして彼女が言うそうです、お母さん本当に私は神様につながっていなければ生きてこれなかったって。ヨハネの15章の5節、主はブドウの木、私たちはその枝である。まさに神様につながり続けていく、神様の命に、永遠のなる命につながり続けていくことによってそのミッションが全うできるということです。神様は私たち一人一人に目的を持ってこの人生を作ってくださった。神様の大いなる目的の中に私たちが組み込まれて、その目的を全うするために命が与えられて私たちが存在しているということです。そのことをこの朝もう一度心に留めながら、私たちの人生、一度の人生、燃えて生きる、それは神様が与えられたビジョンですよ。そして神様が私たちのうちに宿る命、それは私たちの心を燃やしてくださる命を私たちのうちに与えてくださって、そしてその命を神の栄光のために、神様の目的を完成させるために、救いの完成のために使っていくということが私たちに与えられたこの人生だということです。お祈りします。熱心で産むことなく霊に燃え主に仕え、望みを抱いて喜び患難に耐え、常に祈りなさい。お一人お一人が神様から与えられたビジョンが、そして神様から与えられているパッションが、そしてミッションを持ってこの人生を神様は生かしてくださっています。誰一人神様のご計画に漏れている方はおられません。全ての人は神様のご計画の中に生かされ、神様の恵みの中に生かされております。そのご計画を私たち一人一人全うするために神の作品として作られました。あなたでなければならない歩みを持って、神様の栄光のために私も歩んでいきたい、私もそのミッションを達成していきたい、神様のために私ができることを思って主に捧げていきたい、そういう思いが与えられた方はどうですか。手を挙げていただいてお祈りさせます。はい、他にどうでしょう。はい、ありがとうございます。今手を挙げてくださった方々の覚えて皆さんでお祈りさせます。天の父なる神様、神様から与えられた命を、神様の栄光のために私ができるところ、何ができるか分かりません、しかしあなたがなされということを思ってこの生涯あなたに捧げてまいります。お一人お一人その決心を主の御前でされました。どうぞあなたが帰り見てくださり、お一人お一人の与えた賜物を持って神の栄光のためにお使いください。どうぞ手を下ろしてください。お一人お一人の上に神の栄光と神の祝福が豊かにありますことを信じます。イエス・キリストの御名によって主の御前にお祈りを捧げいたします。アーメン。